ートした。着いた、うん、あ、着いてるね。いい、うん、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことマッコです。今日は、栃木県の大谷資料館に来ました。なんか平日だと車で、その中まで行けるそうなので撮影もしていいということなので今から行ってみようと思います。レッツゴー。なんと自分の車で中に行くそうですびっくらぽんだわレッツゴーでてれって。すごー、下は人の顔ですね。ありがとうございます。やば、わ、映ってる？見える？映ってるよ。やばい。こんな感じなんや。待って、窓開けた方がよくない？うん、窓開けよう。うん、やばない？うん、四駆の車がいい。そうだね。めっちゃテンション上がる。信じられへん。ほんまにダンジョンやね。すごい、映ってるちゃんと。絶対行った方がいい。これテンション上がる。うさい。いや楽しそうでいい。すごい。あ、ほんと涼しいわ。涼しいでしょ。エアコン切る。うん、全然切ってもいい。その可能性はあるね。僕夜に弱いね。なんかさ、でもさ、他の人にさ、すごい夢を壊してる感じするけど、大丈夫？まこちゃんの夢を守られてる。ここよ、ここ写真でいるときあんの。そうですね。すごいね。来れる人が増えることは一番夢を増やすよ。いやでもすごいわ、素敵、うん、だって行きたくても行けないと思っちゃってる人多いもん、うん、すごい。行けるんだって分かるだけでもすごいよ。いやマジここはすごいわ、うん、ここでよくみんな撮影してるんだよね。この後ろは入ってる、ね、うんうん、そうそう。ありがとうございます。左です。はい、すごい涼しいね。でも全然半袖でもいいけど、すごい。花瓶？じゃあこれ作った？これは、はい、カリアウキさんのオーナーで、オーナーの主さんがオーナーで作ったんですけど、カリアウキさんの作品が一つ置いてあるんだけど、左の端と演員さんが歌ったところが上から見れますから、カメラに収めてる。なるほど。どなたかにご協力を願って。
ップ感すごいね。でしょうな。車で来れるっていうのは分かるのすごいよ。ね、中学生たちがね。わあーすごい。来れてよかったね。うん、あでも近くに来るとさ、ボヤの感じが分かんないよね。いや、カメラ越しだとすごい分かるよ。すごい窓汚いんじゃない。うん。あ、あれが階段？ん？階段。階段？階段あれですね。あの自宅の階段で家探してる人が多いです。あれって元々あったんですか？元々あった。この辺で宝箱開けた。あ、じゃあ逆に僕らじゃないと見れないんだこれは。あ、そうだね。ね。ラッキーだ。シンカさん白い丸ポチってる。うん。取れた。すごい。いや、よかった。よかったね。いい笑顔。よかったね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。非常に楽しかったです。大江公園です。いた？いた？すごい。すごいでしょ？すごくない？ちょっと確認してたわけじゃないけど。すごいでしょ。すごい。ねえ。はい。はい。じゃあこんな感じで、大谷資料館なんかを見学させていただきました。やっぱ車でなんかすごいビップ感あって行けるのも良かったし、あと皆さんのおかげでいろんなところも見えたので、結構ね感動したので、ぜひ来てみる子来てみてほしい。餃子も食ってほしいし。はい、じゃあこんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。